世界で一番の姫様、そういう扱い心よね。その位置、いつもと時間髪型に気がするくこうと、その2、3、2、6詰まってみるほどいいね。その3、私の人ここにはいつも言葉で演じすること、わかったら右手倒すればもう何とかして、別にわがままがんでいいって感じだから、君に心がどう思って欲しいのかは言って、世界で一番の姫様、いざついても夢を果たせるなんて願いを、私を誰だと思っているの、もうなんだか甘いものが飛び出き、今すぐに私の話ちゃんと聞いてる、ちょっとあ、それとね、白いオウムさん今当てるでしょ、迎えに行って、やだったら走って手取ってお姫様って、別にわがまま感で生きてたいんだから、でもね、少しくらいしてたってくれたって生きてもよ、世界で私だけ王子様、気がついてほらほらお手手が空いてます、ゆくちでお愛想王子様、もうどうして気がついてよ、早く伝わり卵のプルゲニプリン、みんなみんな我慢します、わがままことなど思わないで、私だってやればできるの、後で後悔するわよ、当然です、だって私は世界で一番の姫様、ちゃんと見てるよね、どこかにいたいの、僕に抱きしめたれば気にせない、痛みに危ないよ、そう言ってそこ向きに、こっちのが危ないのよ、